マコミナはマコトミナミからなる日本の女性二人組ユニット。福島県郡山市出身。SNS に投稿したダンス動画で女子中高生の人気を集める。同じ高校に通っていたマコトミナミが在学中、動画投稿アプリ、ミックスチャンネルに投稿したダンス動画が女子中高生に人気になった。マコミナのダンスは二人で踊る。 上半身のみの簡単な動きのダンスで双子ダンスと呼ばれる。特に2015年4月に投稿したグッドラッキーの双子ダンスが有名になり、これを真似した踊ってみた動画が次々と投稿され、グッキーダンスブームの火付け役となった。これをきっかけにメディアにも取り上げられるようになり、ミックスチャンネルの動画総再生回数は1億回に達した。 双子ダンスを始めたのは、ツイキャスで、マコミナポーズという決めポーズを視聴者と一緒に作った際に、ポーズを楽しく覚えてもらうために、好きな曲に自由な振り付けをしてミックスチャンネルに投稿したことがきっかけ。動画撮影は、やりたい時に自由にやっているという。動画の編集はマコが行っている。ファンは、マコミナーズと呼ばれる。この呼び方も、ツイキャスで視聴者と共に決めた。 2016年7月にユニバーサルミュージックから配信シングルでメジャーデビューした。プロモーション動画出演や番組 MC などの機会が増え、自分たちがどういうジャンルなのかについてはいろんなことに挑戦していきたい。とはいつも考えているんです。いろいろやります。まこみなです。って感じですかね。とインタビューで話している。地元福島への愛着が非常に強い。 マコと南は中学3年の時に塾が同じだったが顔と名前を知っている程度だった。高校1年で同じクラスになり、南がマコに声をかけ、一緒に遊ぶようになった。高校1年と2年の間の春休みに喧嘩をし、全く連絡を取らなくなった時期があったが、これを乗り越えたことが今のマコ南につながったと、後に2人が振り返っている。 2014年5月17日、二人で初めてミックスチャンネルに投稿した。2015年2月4日、ミックスチャンネルにマコミなポーズダンスと称して、シュガーレースガールを投稿した。これが一番初めに投稿した双子ダンスだった。4月2日、ミックスチャンネルにグッドラッキーを投稿すると、カバー動画が次々に投稿され、人気に火がついた。12月には、 テレビ CM 出演を開始、翌2016年2月にフォトブックを発売するなど、芸能活動も始めた。2016年春、高校を卒業し、二人とも進学し上京した。2016年7月6日、ユニバーサルミュージックから配信シングル、君がいてよかったで、メジャーデビュー。7月18日、ジョール原宿で、ファンイベント、マコミナパーティーを開催。 10月12日、ファーストシングル、手をつなごうよをリリースし、同日に、ジョール原宿で記念イベント、マコミナの森を開催した。2016年12月から、南が体調不良により休業した。翌2017年5月7日に復帰し、約半年ぶりに活動を再開した。2018年4月、双子コーデをコンセプトにした。 アパレルブランドアムエヴァーをプロデュースし発売したレギュラー出演のもの。ありがとうございます。